これまでのサイレンは、祭壇に追い詰められた、アマナ。絶望的な彼女の前に、栄光に回り続ける、閉ざされし運命の輪が現れた。それを見たアマナは、祈りを捧げ始める。そして、すべての始まりと終わりを司る、ウロボロスの輪が回り始めるのであった。一方、撃たれてしまった都は、ハワードの前に崩れ落ちる。果たしてハワードは、都を守ることが、できるのであろうか。ここで待つ。わあ、どこだどこだ、どこから狙ってきやがった。私、死にたくない。一緒に逃げたい。村の外を見てみたい。こんな村大嫌い。落ち着いて都、ここは私たちが何とかするから。都、I promise。危ねえ、めっちゃ狙われてるよ。8月4日、午前8時8分。終了条件、追跡者の撃退。大丈夫？お腹を撃たれたみたいだね。私たちが何とかするから、都はここに隠れてて。さーて、どこから狙ってきたのかな？方角的には、こっちの方だと思うんだけどな。あ、向こうに人影が見えたよ。あれは誰だ？霧がかかってて見えないぞ。これ以上近づくのはまずいよ。下がってハワード。めっちゃ撃たれてたけど、大丈夫？あ、奥にトロッコが見えるよ。あれを使えば、さっきのやつを蹴散らせるのでは。さあ、頑張ってトロッコを押して。気合が足りんぞー。さあ、あともうちょっと。お、動いたぞ。早く飛び乗って。よっしゃ、あいつどこ行った？むむむ、今建物の中に、誰か逃げていったぞ。どっちへ行きやがった？多分こっちだ。さーて、追いかけるよ。どうしたの？立ち止まったりして。なるほど、ハンマーを拾いたかったのね。武器がないと心細いし、これでちょっとは安心だ。ハワード、奥にまたトロッコが見えるよ。あれでこいつを、引き殺しちゃって。くそ、追いかけてきたよ。急いで急いで。このトロッコのアトラクション、最高に楽しいですね。USJ に、こういうの作ろうよ。ちょうどここの死人も蹴散らせたね。一石二鳥だったな。ここには特に何もなさそうだ。早く先を急ぐよ。え？何やってんのハワード。なんだあれ、何か落っこちてるぞ。あ、これは、狩猟用の散弾銃だね。これがあれば、さっきのやつに対抗できるよ。やったぜ。こっちにさっきのやつはいなかったから、さっきのところまで戻るよ。こっちへ逃げやがったか。この銃で風穴開けてやるから、早く出てこい。これはエレベーターのスイッチだね。まあ、一応つけておくか。他に何か、面白いものはないかな。ハワード、一体全体、何やってんの？うわ、びっくりした。散弾銃を強化したみたいだね。やるじゃん、ハワード。ちなみに今使ってた、ノコギリ。日本人は引くときに力を入れますが、外国人は押すときに力を入れるみたいです。日本と海外では、刃の向きが逆になってます。海外の方は押す力が強いのに対して、日本人は引っ張る力が強いかららしいです。以上、霊夢豆知識のコーナーでした。お、何か出てきそうな気配が、プンプンするぞ。ほらやっぱり、何か来るよ、気をつけて。うわぁ、スパイダーマンが2体同時に来たし、ちなみにこの時、びっくりしすぎて銃の撃ち方を忘れてしまっております。お恥ずかしい。別にビビってないし、銃の弾を蹴散りたかっただけだし。もう出てくんなよ。うわ真っ暗だ。早くライトをつけてよ。つけても暗いんだね。これ、いきなり出てきたりするパターンかな。まあこっちには散弾銃があるし、出てきたら今度こそぶっ放すからな。それでもいいやつは、出てきやがれってんだ。って、言ってみたはいいものの、やっぱり怖いなぁ。あ、視界ジャックを使えばいいのか。どうやら、真っ暗で何も見えないみたい。あ、こんなところにもトロッコが、これは乗るしかないですね。ではレイム、行きまーす。これ、乗ることに意味とかあったのかな。では行きますか。あ、階段がある。でもこっちにもあるんだよな。とりあえず、下の階から探ってみるか。おーい、聞こえるかー。あれ？マリサの声が聞こえたような気がしたけど、どうやら聞こえてるみたいだな。あ、マリサ、どうしてそんなにスケスケなの？説明は後だ。要件だけ手短に言うぞ。ここに来たメンバーで、一度合流しようと思うんだぜ。うわなんだこいつ、気持ち悪い。おい聞け、時間がないんだ。今からそっちへ向かうから、居場所を教えてくれ。居場所って言ってもなぁ。のろしでもなんでもいい。遠くからでもわかるようなもので、居場所を教えろ。そんなこと言われてもなぁ。おいレイム、今から大事なことを伝える。何？ヨウムの様子がおかしいんだぜ。多分、あいつはもうダメだ。どういうこと？おそらくヨウムは、もう、人間ではなくなってしまったのかもしれない。あれ？マリサの声が聞こえなくなった。代わりに、死人の声が聞こえてきたぞ。死人さん、鍵を探しているみたいだね。今拾った、鍵のことかな？うわぁ、ごめん。鍵あげるから、話してちょうだい。なあアンテナ。あれは嘘だ。拾ったのは、サイレンの鍵だね。あ、このサイレンを鳴らせば、マリサたちに、ここの居場所を教えることができるのでは。そういえば、マリサがヨウムのことを何か言ってたような気がしたんだけど、うまく聞き取れなかったなぁ。まあ、マリサたちと合流すればわかることか。ということでハワード、上まで行って、サイレンを鳴らしに行くよ。都のことも、気になるしね。上まで戻ってきました。さて、サイレンはどこで鳴らせばいいのかな？外に出てみればわかると思うんだけど。いやぁ、ほんと暗いところって怖すぎるよね。あ、上にサイレンがついてるし、この建物だな。よし、鳴らすぞ。マリサー、私はここだー。どうやら、さっきのやつも気づいたみたいだね。多分ここに向かってくると思うから、そこをうまく仕留めてね。頼んだよハワード。よし、この下の階で待ち伏せるとしますか。ちょっと感じが変わっていたけど、あいつは多分、儀式にいたやつですね。あの時から、いけすかないやつだとは思ってたんだよな。さあ、いつでも来い来い。撃てー。やったー。I've never seen this kind of syncretism before, but it's definitely a sign of a cult. Oh, Bella, where are you? Melissa. I'm sure Bella's alright. She's quick, and she's good at hiding. Remember the time when she hid in the dryer? And we panicked. We thought she got kidnapped. That's one of those things I always liked about you. Huh? Miyako, Isho!逃げよう。さっきのが生き返る前に、早く逃げなきゃ。急いでハワード。You're alive. I was wrong before. I have to perform the ritual again. What are you? なんだこいつ。両手口強化。So pretty. わあなにここ、綺麗なところだにょん。あ、ベラ、待って待ってー。